まあ、いくつか興味深いトピックあったんですけど、まあ、僕が一番興味深かったのはやっぱりそのイギリスと日本ではアーティストのいる環境も全然違うし、まあ、あと作品、まあ、僕が結構特殊というか偏ってるっていうのもありますけど、作品の形態とかそういったところの違いがすごく浮き彫りになったディスカッションだったので面白かったです。イギリスだと結構遠いので、まあ、例えばソウルと日本とかだとかなりいろいろなことが今やられてると思うんですよね。僕も実際ソウルのプロジェクトとかやってて、でイギリスは今のところあんまりそういった機会がないんですけど、例えば一昨日だと RCA っていう大学の学生が15人僕らの会社に見学に来たりだとか、なんかそれでやっぱ彼らからすると僕らの活動の形態っていうのはすごく特殊で、こういうやり方もあるんだっていうふうに多分思ってくれたと思うんですね。なんで、で実際に今 RCA の学生が一人あのラボにもいるんですけど、学生というか卒業生がいて、でそういった形でなんかインターンを取ったりとか実際働いてもらったりとかっていうことはこれからも多分起きていくと思うので、なんか、うん、そういうことはこれから起こりやすいジャンルだと思いますけどね、メディアアートっていうのは。